渡辺さんがヒューネを選んだきっかけを教えてください。はい、私が就活をしている時に親友の、お父さんが亡くなったっていう知らせを聞いて、私自身の両親もそういう年代なんだなっていうのに気づき、葬儀の知識などをしっかり学べれば、自分のものになるなと思い、ヒューネを、に入社することを決断しました。ありがとうございました。中村さんはどうでしたか？はい、私が働きたいと思った時には息子が1歳で、ヒューネが経営している託児所があるということと、ヒューネで働けば半額で預けられるということでここを決めました。ありがとうございました。では渡辺さん、実際に働いてみていかがですか？はい、葬儀といってもこういろんな形の葬儀があり、値段も様々で、ここに入ってみて、そのただ見送ってなんかこう式を挙げるっていうだけでなく、その母親、あと両親のためになんかこう葬儀を挙げるっていう、その葬儀の大切さ、何のために挙げればいいかっていうのをすごい今ここに入ってより深く考えるようになりました。入って本当に自分の知識、自分のものになっていってるので、入って入社してよかったなって今すごく思います。ありがとうございました。田村さんもよろしいですか？はい、会社と託児所が近いということで、朝や帰りの送り迎えがとても楽なことと、息子も毎日とても楽しく、保育園に通っているのでとても働きやすいです。ありがとうございました。